はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらのサクセスマウンテン応援ガチャを引いていきたいと思います。まあ、こちらはね、本当に、50連目のバナー PSR 確定のところで佐伯さんが出るかどうかというところが全てだと思いますので、50連目まで引いていきます。あとはまあ厳選14キャラのみ出現ということになってますので、一応バナーキャラはね、ピックアップ、確率アップはされてないと思います。まあ、そういう表記はないので、まあ、そもそもね14キャラしか出てこないので、まあ、単純に言うと14分の1で、まあ、出てきますというところですね。で、単ガチャを1回引いて、ここがバナー PR じゃなくて普通に PR か。まあ、1回引いていこう。あるから。まあ、佐伯さん PSR 出ても解放できないよねっていうところが現状なんだけど、ジェントル。ジェントルもまあ上げたいは上げたいよな、 PSR あるから。では10連目いきます。ここは SR1 枚確定です。まあ、14キャラがね誰かって特に見てないけど、動画では1回見た、自分の中では1回見た。ユッキーとかいたよね。あ、ユッキー出た。あ、そう、バニー、サイリさんもいたけど、あ、虹谷の PR だ。よしよしよし。あ、虹谷の PR が2つ出た。これ結構でかいぞ。あと、ルナちゃんもね、PSR 開放用に欲しいは欲しい。で、20連目。ここは PR が10枚以上確定。10枚以上確定っていうか、全部 PR 以上ということになってて、SR の出現率は2倍。だけれども、はい。赤原。赤原もね、覚醒してるからね、まあ、俺は覚醒させてないけど。というような感じ。なごみちゃんいいね。なんか20連目ちょっと画面がバグっちゃったんですけれども、まあまあまあ普通な感じでしたと。で、30連目がバナー SR 確定してますので、引いていきたいと思います。はい。大丈夫かな、ちょっと動画の画面の方が気になる。バナーはね、もちろん全員持ってるんで、とりあえず佐伯さん。佐伯さん一応プラゴはプラゴ。だけれども、開放用に、プラゴが1枚だからね、ちょっと母体を確保しておきたいというのもある。で、40連目。ここは SR 確定ですと。もうなんかさ、何が何枚とかっていうより、この動画がなんか止まんないかだけちょっと心配。本当に短い動画だからね。他入ってねえし。ナイトメールさん、ここ他がちょっと微妙だ。佐伯さんの R があるけど、虹谷の R、 他は微妙だね。40連目がかなり微妙だったけど、では、50連目に行きましょう。PSR は全員持ってないですね。二刀流ルナちゃんは PSR 持ってるんだけど、通常ルナちゃんは持ってないので、まあ、どうすっかだね。最近二刀流ルナちゃんはね、ちょいちょい使ってんだよね。1枚。さて、ここは、おー、佐伯さんゲットしたけど、あげられない。まあ、大切に育てていきますか。まあ、せめて45にはしたいんだけどね、45までも多分持っていけないと思うんだよね。2解放してくれないと SR45 が無理。あと大丈夫はカセドを突っ込んでどうかなっていうところはありますけれども、まあ、とりあえず佐伯さんの PSR の母体が、確保できましたと。で、こっちは引いてない。これもあれか、180個で PR10 枚確定って言ってもな。40連目 PSR、 50連目バナー PSR、 7位とかってなんかアプリの方で覚醒したんだっけ。なんかそんなような情報がある気がする。で、肝心の柵山の方なんですけど、1回ずつ投手と野手ね、1回ずつだけ作って、なんか大したあれじゃないんだよね。自分のやつってこれどうやって見るんだ。
開始でいいのかな。まあ分かんねえや。分かんないけどね、 280m とかだったんで、あ、書いてあるじゃん右下に、野手が 280m、 投手が 270m。 ちなみに投手はね、予選決勝で負けましたね。なんか間違えてサクッとにしちゃって、結局1点しか取れずに負けたっていうね。だ投手はねまだいけると思う。野手もまあまあまだいけると思うんだけど、やっぱりねポイントとしてはね、9回目のヒーローエピックが取れるかどうかっていうところだと思うんですよ。あのボーナスのそのヒーローエピックのやつ、これリリーフエースボーナス、左キラー、本塁打、現金、ドクター K、 これ全部あのシナリオ金徳なんで、この3つが取れるかで、野手に関しては、リードオフマンボーナス、切り込み隊長、1球入魂、骨格を、この3つが全部シナリオ金徳なんで、これのね、切り込み隊長が9回目のヒーローエピックで、投手はドクター K が9回目のヒーローエピックなんで、これが取れるかどうかですね。これで 50m 稼げればまただいぶ変わってくるとは思うんですけど、そもそも9回のヒーローエピックとかマジ不可能だからちょっと 300m 超えたらもういいかなっていうような感じで自分は進めていこうと思います。まあね、あのサクセスの方も1回ずつは、動画の方にやっていこうとは思いますけれども、多分大した内容にはならないと思いますと、まあ、いうところで、今回はこれで終了したいと思います。まあ、佐伯さんのね、PSR、無事手に入れることができたので、まあ、そこは、かなり良かったですね。これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。